、はい、皆さんには企画を言ってません。そう、はい、言ってないですよ。だって年末最後の動画はまあ締めやん絶対、うん、の一本前ってことはなんかね、実はですね、僕2ヶ月前からこの企画のために動いてました。めっちゃ怖いやん、もうそれ何今年ね、ペア動画をいっぱい出してきたでしょ。はい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 。と、実はもう一個しれっといろんなところにこう等間隔ぐらいで紛れ込ませたのが、うん、格付け。はいはいはい、格付けってよくやってたやん俺ら。うん、例えば自分たちで自分たちを格付けるパターン。はいはい。一番モテる男が、ああそれ格付けない、それが格付け。俺もそう、俺もそうだし、あとはさ共演者に聞いたやん電話で。うん、もう一個やってたのがある。というわけで本日の企画、はい、関係者に聞いた格付けランキング。どこまでや関係者って。これね、すごいです。本当にいろんなところにお願いして、総勢約20名ぐらいの。20名の関係者。そんなに関係してる？してます。してんのか。皆さんが今年1年お世話になった他のグループのマネージャーさん。やばい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 。僕たちがお世話になっているPA さんとか。やばい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 。もちろんね、僕らの事務所 の, あの上司の方々も入ってます。うん、でも全部アンケート取ってるってこと？取った。みんなとか連絡とかしてとか、連絡できるとかやって、LINE でマネージャーさんからフォーム出して返してもらってる。僕らがファンのみんなに見せてない顔を知っている人たちですよ。なるほどね。関係者の方がより僕らをフラットに見てる。そうだね、裏側として見てるもんね。そう、楽屋ではね、態度がいい悪い、服装がどうのこうの、あーな、もうこれに言い訳はできません。はい。というわけでこの印象や評価を受けて来年どう生きるかを決めてください。年末スペシャルです。やっていきましょう。イエス招待。早速やっていきたいんですけれども、気になってる質問の内容、はい、こちら4つございます。4つかな、なんかもっとあるかと思った。1つ目、おしゃれ度ランキング。おー、まあ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 、全部ジャージで3本目やばいやばいやばい、ほんまや。俺おしゃれとかじゃない、俺全部うわ、ライブの時も俺ジャージや。いやー、俺も結構今年ジャージ着たないっぱい。そして2つ目、一緒にいたら楽しそうランキング。あー、それはでもマジで裏側の顔を見て、この人だったら2人で飲み行けるなとかさ、そういうのあるよね。3つ目、社会にちゃんと適応できそうランキング。あー、要はあの方々は皆さん会社員だった。そうだね、僕らの感覚感性とは違うわけです。いや、意外と検事が高い可能性もあんねん。あるある。あのよそとさ、うん、なんか絡んだり喋ったりとか多いからさ。あ、多いな。そう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 、社交性的だね。そう、ベベにあされへんかの、これやばいな。そしてラスト、プライベートモテそうランキング。あー、いいよ別に雑魚キャラ演じてやってんだからさ。こっちはまだ選ばれてないよ。おー、うせえなこいつ一人で。一人回収やめろ。この4部門で、皆さんにご協力いただいております。なるほど。これどういうこと、ランキングで言っていくの？ランキングでいきます。なので、はい、まあその部門ごとに1位から6位で発表していきます。で、理由も含めて聞いてますので、はい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 。それでは早速やっていきましょうか。はいはいはい。一つ目のお題、はい、おしゃれ度ランキングです。うん、まあ私服をね、やっぱ見られるじゃないですか。うん、楽屋入りした時、会場入りした時、まあ本当にだからガチ私服よね。でもさ、これに関したらさ、その何、俺らの悪いところの一個ある。結構ライブだるぎで行っちゃう。うん、わかるわかる。ちょっとさ、その20人が誰かわからん。あ、確かに。だからもっと怖いの。ボイトレの先生とか言い出したら俺終わりよ。マネージャーとかにももちろん聞いてると思うから、そう、普通普段大体どういう服着てるかは分かるはず。 YouTube 見てたり。そうだね。それでは、はい、1位から1位から発表します。はい、おしゃれ度ランキング第1位、ハズキ。おー、これは嬉しいんじゃないか。ありがとうございます。理由をじゃあちょっと言っていきましょうか。はい、我らがマネージャー、マミさん。おー、マネージャー。はい。古着とか着てるものにこだわりがある。うん、いつもその服かわいいねって言うと、詳しく説明してくれる。あー。どんな服でも似合ってて素敵。おー、これもかっけんだよ。確かに、そのさ、会話した感のエピソードあるのいいよね。うん、その、これかわいいねって言って、これ、ここの店で買って、こういうヴィンテージのとかって、あるよね、確かに。知識があるわ。確かに。それはそうだよ、理解してきてんだよ。リスペクトもできるもん、うん、その服に対して。そして、ね、さらに。ダンス講師、みなみさん。ええー、あー、そこは言ってんぞ。言っ
普段の服装もレッスン着も好き。おお、レッスン着も見てる。そうっすか。いや、レッスン着はさ、だってダメだってレッスン着はダメだよ。お前レッスン着はもう捨てて、もう遊具でやってんねん。やめろ。どんどんちょうだい。あれ1位だから、そう、嬉しいよね。これはいっぱい気に入ってといいよ。僕らのスワンプの編集者。はいはいはい、はい、編集マンのね、はい、選ぶお洋服とかアクセサリーへの愛がめちゃくちゃ伝わってくる。うん、あとサイズ感がマジで完璧。持ってくれてたもん。そんなところが第1位です。ありがとうございます。嬉しいです。やった。第2位ペンチ。おお、はい、なんかでもイメージはねある。まあ衣装を作ったりもしてるってことはさ、それが表現としてさ、俺たちがステージに上がるっていうので成り立ってるわけだから、うん、はい、まさにその通りですね。我らの事務所のですね、プロモーションマネジメントみたいなところを担当してます、はい、ソウタさん。はい、ライブの衣装選びをするだけあってバリエーションも多く、おしゃれ、小物使いも上手。おお、なるほどね。だいいキスまで言ってるおい、小物使いも上手。なるほどね。誰が言ってんの、それ誰が言ってんの。そうだ、知らないだろ。おい、優しく抱きしめたんねん。今僕らの目の前にいます清水さん。うわ、お前ほんまいい加減しとけよ。はい、CCC のカメラマン兼編集者。スタイルの良さもあり、シュッとした服がバシッと決まってる印象。なるほどね。まあ確かにな、力低いの。いやいや、シュッとバシッと。これまたダンス講師の南さん。服装とスタイルがマッチしている。うん、はい。あ、なるほどね。そう、だから大事だからね。そう、大事だよね。そう、はい、そんなところですね。わー、よかった、ありがとうございます。確かに南さん私服見たことないやろ、俺らの。でほら、自分のさ、スタイルもちゃんと理解していて、でそれに合う服も選べるんですよ。なんかあとは合うシルエットを選ぶだけだねっていう、そういう、あとはこう合うシルエットを選ぶ。服のシルエットは合ってるけど、ダンスのシルエットは言ってなかった。言ってなかった。言ってないだろ。出してくんの。全員が気持ちよく終われるとこなの。2位だから。素晴らしい。はい、それで第3位。みなと。はい。はいはいはい、次行こう、次行こう、ミナトの理由ですね。次行こう、もう次行こう、もう次行こう、いいやん。ボイストレーナー小島さん。理由、磨いたセンスの良さ。はい。そしてですね、僕らのチェキスタッフもやられてます千秋さん。あー、はい。どう着るのが正解なのか、よくわからない服でも、港が着ると正解に見える。あー、わかる。まあそれだから、要はその簡単に言うと、千秋さん、騙されてるってことです。効率いいや。まあそんなところですね。なるほどね。まあここまでが 1,2,3 位なので、はい、上位ですね。まあまあ知ってた、そんなこと。それから、から見てて。なんかさ、ダルギもかっこいいみたいなやつ、わからんやつばっかりやな。ダルギもかっこいいさ。ではこっから、こっから回です。第4位いいよ、ターゴ。おーい、危ねえ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 。ここはまあいいかな、ここまで上位みたいなもんかな。もはや、でもターゴはでもいいところと悪いところ多めでいきます。あ、はい、まあそう、回やしね。そう、ボイストレーナー小島さんから、あ、はい、茨城感が出てる。どっちこれ、どっち。茨城感が出てて好きな方じゃあ分かる。でも俺そのボイストレーナーの先生と出身隣町なの、地元の。だから分かってるから地元を思い出しちゃうんだろうね。東京っぽくないというか田舎くせって思うんだと思う。南さん、はい、それ可愛いなって思うものを持ってる、たまにんって時はある。着こなしなのかな。上位ではないけどビリではないよって感じやな。そして千秋さん、はい、別にオシャレだと思ったことがない。やばっ、やばっ、辛い。まあそんなところですね。まあ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 、まあ、ありがとうございます。もういいの、まあビリ回避ですよ。いいの1個しかなかったよ。それでは第5位はヨタ。理由言っていきたいと思います。ダンス講師シナちゃん。あ、おシナ、シナ久しぶり。リョータさん、細すぎる、体もパンツも。
はい、当日の情報です。え、ボイストレーナー小島。小島さん、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 大阪感が出てる。めっちゃおもろいです。あの豹柄のとか印象にあるんだろうね。あーな、あるもんな、ヒスのさ、そう着てるわとかね。リコちゃん、おお、リメインバプールの現マネージャーさんですね。後輩のマネージャーさんですね、はい、事務所の方です、うん、リコちゃん、おしゃれって何って言ってそう。言ってそう、言ってそう、どういうこと。今の服装の話をしてるの。だからその話にも入れないんです、あなたはって言われてる。あ、そう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 。そしてラスト、泉田さん、お、泉さんもね、はい、ファッション結構好きだから、はい、りょうたさん、はい、スタッツをかっこいいと思っている人は分からない。やばいやばい、あかん、ほんまにきついこれ、きついよ、やばいよ。というわけでりょうたでしたね、はい、すごい、りょうた。まあ、おのおのね、価値観あります。着る側にも、着る側にも、それはもう、貫き通した方がいい。勉強します。ヒョウ柄のスタッツつけたい。はい、それではじゃあ、ごめん、プータですね、ソータさん。あ、オッケーオッケー、そうだな。そもそも服に興味がなさそう。ブランドがたまに変わるくらいでスタイルがほぼ一緒、もはや制服なのかと思う。やばい。泉田さん、ブランドの暴力という印象、ピアノに敷く布みたいな生地感がキモい。これだよ。今さ、どれってなってるでしょ、全員は。分かった分かった分かった、赤のやつ、赤のトレーナーみたいな。テラニスさん、テラニスさん、溢れ出る田舎感、ジャスコで洋服買ってそう。ジャスコ、ビトンで、ビトン、美しい豚でビトンみたいな。ビトン。千秋さん、第一印象が信号機。あー、いろんな色、ね、あ、俺黄色のサンダル、黄色のサンダルに赤のパンツとか、そんなんやったね。多分田舎とか色も言われてんのは全部ジャージやわ。いや、そうだね、多分ね、うん、スタイルが変わらないは結構ちょっと納得したかも。ああ、そうやな、うん、それは俺も自分で思ってる。なんかそんな冒険そんな子までしたいって。おお、なんかそのかばうな自分を。いや、かばってない、かばってない、かばってない、ちゃんと食らってる。続きまして、うん、2お題目、こっから、一緒にいたら楽しそうランキング。こっからでしょ。ああ、だからね、こっからでしょ。もう中身の見方、その質の部分ですよ。そうそうそう、変わらない。自信ある人いますか。これは俺自信あります。おお、いや、ちょっと待って、今のメンツ俺もこれいけると思います。え、言うて俺も結構話いけると思う。俺結構いろんな人に積極的に自分から話しかけに行くので、俺身内やったらいけると思う、うん、はい、それでは頼む。第1位タコ。どうく印象ある人おらんやろ。ないな。1位のターゴですね。理由、はい、PA テラニスさん、お、楽しませようとしてくれそう。あの顔で悪いやつ見たことない。いい人顔、表裏なさそうやし、気持ちの浮き沈みとか見せなさそう。あ、ガムマネージャーさん、常に変なこと言って楽しませてくれ。でも多分ガムのマネージャーさんとも俺が一番喋ってると思う、自信がある、それは。はい、続きまして、アイビーマネージャーさん、とにかくコミュニケーション能力が高そうなので、一緒にいたら楽しませてくれそう。ありがとうございます。なんかわかる、あるよね、確かに。初めて会った人とかはこう、そのおかげで打ち解けたとか、そのおかげで空気明るくなったっていうのが一発目に思う人って誰なんやろって言ったらターボだと思うから、まあ、確かに。じゃあ最後、みなみさんですね、はい、話してて楽しいのと盛り上げ方が上手。お、以上です。ありがとうございます。お、皆さんありがとうございます。これからも楽しませちゃうよ。はい、とかも、とかも。じゃあもう別に恐れてないけど、初手はやっぱ楽しく見える。3年いたらもうええってことですよ。第2位、待って、これは上位入らせてくれ俺よ。だな、ああ、ケンジ。よー、でかコミュニケーション取ってます。見てこの顔、ケンジ。俺、ケンジやってんねん、意外と。小島さんは、小島さんは俺楽しませようと思って頑張ってんだけど、多分ビリにしてる。はい、そんな小島さんの理由、小島さんケンジ上位2位です。おー、ケンジ、どこへでもドライブに連れてってくれそう。なんでそれ、こんな目線。気を使わなくて適当に喋れる感じが悔しいけど結局楽しそう。確かに身構えなくていいもんね、ケンジ君と喋るときって、
あ、これいい意味だよ。そうだよ、そうだよな。アイビーマネージャーさん、うん、たくさん笑わせてくれそうエンターテイナーなイメージ。へえ、そう思われてんの。エンターテイナーではないかもね。なんでそんなこと言うの。いや別にエンターテイナーではないじゃん。エンターテイナーではない。わかんないけど、俺らが下すぎるんかもしれない。もしかしたらそれか。まあ年下2人が抜けましたよ。でかいわ。待って、次ぐらい俺入らない。マジで薄っぺらいぞこれ。第3位、はい、発表したいと思います。一緒にいたら楽しそうランキング第3位は、あっ、よーい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 、しなちゃん、おー、しなち、抜けてて何しても面白そう。なあ、ちょっと天然っぽい感じを評価してんだね、多分ね。以上です。の、全員こう、葉月はビリではないが、まあ、真ん中ぐらいのイメージなんじゃない。いや、それぐらいがちょうどいいよ。あんま期待されない。まあ確かに、うん。悪い方で一緒に行ってたら楽しくなさそうっていう順位でつけてる。その意見を。あ、教えてください。はい。南さん、はい、全然楽しいと思うんだけど、一緒にいるときに一人の世界に入られたら出てこれなさそうで不安です。見てないですよ。普通に。リコちゃん、おお、宇宙人すぎてついていけません。あい、ああ、いや、あい。似てるなって話したいやん。似てるなっつって。小杉さん、はい、お、全マネージャー。マジ？ここで出てきた。小杉さん、全マネージャー。わからない謎話をしてそうだから、謎話はおもろいけど、謎話なのでこの順位にします。5位です。あーね、あーね、瞬間面白くて結果謎だから。謎話より下おる。一人下おるな。こっからですよ。はい、年下3人が抜けました。はい、よし。第4位、クータ。おーい、こっからは多分ほぼ悪いことしか言われんぞ。はい、葵さん。お、お、葵さん、葵さんも俺を何位にしてるの。ふーた6位にしてます。もうあいつあいつあんな感じに絡んでて、なに、なになに、理由、うるさい、黙れ。えぇ、やばい、いつもやってるからや。いや、やってるな、いつもやってるからや。ただ葵さんには出会い頭にガン暇でしょって言ってるだけや。最近頑張りまやろ。積み重ね。ボイストレーナー小島さん。お、理由、ヤンキー感。泉田さん。お、来ました。確かに仲良くなられんもんな。多分泉田さんはフータを1位にしてます。え、逆に。理由、車でいろいろ連れて行ってくれそう。小島さんが天竺を選んだのと同じ理由だよ。いや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 。ソウタさん。お、何をするにもどこへ行くにも基本気乗りしてなさそう。行動する前からそれな、それやって何がおもろいと聞いてきた。あー、でもそうじゃない、そうじゃない。5位でも4位。そうです、4位ですので。いや、もう6でいいやろ。全部が。それではあと残るは湊君と俺やんけ。俺やんけ。いや、楽しいよさすがに。湊よりかバカ言え。お前より俺の方が楽しいんだよ。当たり前に俺やから。ほんま来い、マジで。楽しくないやつと楽しくないやつのイルミネーション見さされてる。最悪。カオス。はい、というわけで第5位、湊。キャラを超越しておもんなさそうな。やばいよ。うわ、おしゃれじゃなくちゃおもんない人。ダサおもんな。ダサおもんな男。某アーティスト女性マネージャー、みなと1位にしてます。お、理由、頭使ってるイメージだから朝まで語れそう。あー、なるほどね。なるほどね。固いおもろいと思ってる人なんやね。うん、そう、でも仕事の話とかを楽しいと思ってできる人も結構いるから、普通社会にはいるよ、いっぱい。ガムマネージャーさん。はい。みなと、楽しくなって喋りすぎると、ちょっと黙ってって言われそう。あー、あー、だめだな。あー、確かに。え、だからでも知らん人のイメージやからさ、そうなんじゃない。確かにね。あ、でも、葵さんは、俺に対して、いろんな意味で変態だから楽しいって言ってる。あー、そういう、変態ぶさ、そうやな。まあ、そんな感じですかね。はい。というわけで、ビリは、りょうたです。はい。まあ、これは、もう、ほぼ分かってたみたいなところはあるかな。はい、しなちゃん、
気まずくなってこっちが申し訳なくなりそう。ああ、だそういうのだ。おつまんないとかじゃなくて、気まずくなりそうな感は出てんじゃん。そ う, そうでもないっすけど。まだメンバーに気まずい言うてるぐらいからな。そうだよ、そうだよ、うん、ボイストレーナー小島さん、小島さんは小島さん、りょうた1位にしてます。ピーチクパーチク頑張って盛り上げてくれそう。プライベートでやらないっすよ。日常生活でやってる挨拶だと思って。リコちゃん、楽しいとかなさそう。あー、そもそも、あー、りょうたくん自身が、うん、そうそうだ、楽しいって、お互い楽しくないと楽しいになんないから、りょうたくん楽しんでなさそうだなって思われちゃってんじゃないんだろ。で、それが気使うに繋がってる。気使ってたんや。うわ、めっちゃ悲しいな。某アーティスト、女性マネージャー。はい、普通に疲れそう。なんか俺らはさ、りょうたくんと言っているのめっちゃ楽しいじゃないですか、うん、これ、本当にもう、ね、年末だし、今だから言うと、その一緒に行って楽しい、楽しませてくれるっていうよりは、その笑ってるんだよ、りょうたくんのことを見て。りょうたくんで楽しんでる、りょうたくんで楽しんでるから。そのくせちょっとある、ごめん、申し訳ないけど。わー、りょうたくん戻ってきて、りょうたくん戻ってきて、もうこれからも楽しむね。というわけで後半戦です。はい、大丈夫です。あー、もういいね、重たくなってきたね、どんどんね。3つ目、はい、社会にちゃんと適応できそうな。あー、これね、これは来た、これちゃんと完全版作ろう。これだ、これだ、これだ。いや、これもいい。うわー、いや、上そう。あ、うん、絶対無理やって。だって一緒に楽しそうが下の方におって、やっと社会に適応。いや、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 そうやな、そうや、そうや、いや、社会、俺これ1位です。あ、おお、多分そうや、分かった、意味分かった。真面目よ、真面目よ、思われてんねや。僕は違う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 、僕は違う、真面目やと思われてます。それでは行きましょうか。よし、まあ頼むで。社会にちゃんと適応できそうランキング第1位、タード。おー、イエーイ、イエーイ。薄い、薄い。まあまあ圧勝でした。ただ僕だけこの中で、あの、唯一ちゃんと社会に就職して数年間働いてるっていう経緯があります。そうだ、そうだ、うん、だから本当に社会人をやってたの僕だけなんで、それはちょっとあると思うよ。はい、というわけで、ソウタさん、はい、ソウタさんの理由、社会人経験もあるため、一つ一つの行動が丁寧で思いやりも感じる、相手の目線に立てる人だなという印象を受ける。ありがとうございます。だから逆に自分よがりができないっていう、それがアーティストとしてのやっぱ致命的で、ソウタさんは言ってるって。いやいやいや、なんでマイナスに言うの。1位や、新しい。はい、ガムマネージャーさん、コミュ力が高いのでどこでも生きていけそう。うん、ありがとうございます。清水さん、コミュ力お化けなのでどこ行ってもムードメーカー的な存在になりそう。また頼まれた仕事は真面目にこなしそう。じゃあやられたことはちゃんと頑張りますし、ムードも作ります。いいよ、俺もやるわな。泉田さん、社会人経験から来る気遣いや対応などから見るに器用に適応しそう。ありがとうございます。そう、やっぱね、社会人経験が、もう言うてること全員一緒やから、もうそんなイメージない、うん、いいかどうも、いいかどうもね。千秋さん、あ、千秋さん、そう、いろんな人に可愛がられる世当たり上手なタイプだと思う。でもやっぱ先輩が多いかな、仲いいとか付き合ってくれる人が。ありがとうございます。まあでも1位なんで、まあまあ、はい、たくさんね、該当していきますよ、これからも。はい、それでは第2位、しゃあこい、よっしゃ、ここや、みなとです。おいー、まあ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 、そうだよ。はい、というわけで、しなちゃんのイメージ、教養がちゃんとあるから。はいはい、教養、教養、教養じゃない、なんかその何、人間として必要なその教育を受けてきて、ちゃんと養われてる。あ、そっちの教養な。教養、うん、俺だと大卒やんけ。あなたのは強いに要で教養それやと思うから何言ってんの。葵さん、ちゃんとしてる、かっこ笑。なんで笑ってるの。じゃあじゃあ葵さん、港で遊んでない。ボイストレーナーさん、はい、ケツを拭いてくれる責任感ある上司になりそう。まあ、言ってること分かるな、という印象です。はい、素晴らしい。はい、それでは、はい、社会にちゃんと適応できそうランキング第3位、はい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 、これ、あ、これふーた、惜しい、惜しい、ほんまに、そりゃそうでしょ。3位だから、一旦マイナスからいくよ。うん、いいよ。
マイナスも逆に聞きたい。アイビーマネージャーさん。はなんでだから怖がられてるのだから上司と喧嘩して会社2日でクビになりそうお前、アーティスト以外の仕事向いてなさそう。まあ転職っていうことなんじゃないですか。アーティストでよかったって言ってんの。黙れそういうとこやってたからはい、ソータさん。わちょ、ソータさん気が的確やからな。縦社会で生きてきただけあって礼儀がしっかりしている。挨拶はもちろん細かいところにも気を配ることができる印象小菅さん。おうわ、ちょ、何位小菅さん。トヨタ1位にしよう。およっしゃ、あの人よ、分かってるわ。ずっと言ってるもんな、それな。トヨタは仕事は全くできなくても上司、先輩、後輩に好かれるから絶対うまくやっていくと思う。もしできんかったとしても、ね、勝ったとしても、できんって言ったわけじゃないやんな。あ、OK、できんかったとしても。あ、OK。編集者さん。スワンプ編集者。スワンプ編集者さんは、なんだかんだで、真面目で努力家なイメージがある。営業妨害だったらすいません。なーい、これはね、そうなんだよね。はい、崩れた。はい、崩れた今ので。みなみさん、ふーたに普通にしっかり者のイメージ。もっと言え、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 違う、何がはずいって普通にキャラ的にもはずいで、うん、で俺褒めるときの会社も俺あんま知らんねん、うん、でやね、ほんで俺いちいちゃうねん俺そうだね、俺そうそうそう、確かにね。そうそう、それでは第4位、うん、分からんのだろこれ。りょうた。よーし、りょうた、イエーイ。これって誰に言うてん、そういうのかやろ。千秋さん。お、りょうた第5位にしてます。適応する気は特になく、ぬるぬると生きていきそう。あー、あー、ね、まあ生きていきますか。はい、反抗し始めた。某アーティスト女性マネージャー。何も考えてなさそうだから何もできなさそう。分かってない、もうそんで見つけないでください僕のこと。ソータさん、はい、心がこもっていない会話のキャッチボールがすぐ見透かされ人間関係を築くことが難しそう。ちょっと待って、ちょっと待って。小杉さん、仕事すぐ辞める、丸。ああ、言い切ってます。過去の経歴があるから。だって高校もだって3年続かない。お前中学生ぶりやん、3年何かが続いた。ええねん、今こうやってな、楽しいやれてるから。ええねん、モーメントやな。そう、モーメント。そう、モーメントやね、モーメント。確かに。さあ、残ってるのはアズケン。アズケンですね。なんか、ケンジはお前シャフやな、なんとかとかさ、お前何もできんやん動画で言われまくったりしてるからさ、イメージ。お前がここにおんのが結構えげつない。えぐよな、俺結構えげつない。そう、だからほんまにお前ってヤバいなと思って。ケンジはなんかちょっとお笑いに使われたりしてるからさ、一番ヤバない。なんか一緒にいて楽しそうに、そう、一緒にいて楽しそうやけど社会ではやっていかねえ。さあ、違法。違法違法なった。おもろいゴミかもしれない。今おしゃれなシャフ。まんまや。社会にちゃんと適応できそうランキング第5位発表します。はい、第5位はあずき。おい、まあまあまあそうだね、それはそうだ、よかった。まずリコちゃん、眠っちゃいそう、バグが起きそう。システムエラー系だ。確かに。あずき君ではパソコンいじってる時にさ、寝そうだもん。いや、寝る寝る、座ってたらあかんねん、俺長いこと。会議も無理なんで俺。ソータさん。お、あいいよ、的確な人。ソータさん何位、あずき。4位です。理不尽なことに対して露骨に顔に出そう。3日も経てば、ほんま楽しくないが口癖になってそう。うわぁ、いいぞ。見られてんねん、すごいな。そう、でもめっちゃ想像できるよね。うん、わかる。泉田さん、そもそも適応しようとしなそう。確かに、一応己の芯をさ、やっぱっていう流れ。よく言ったらね。よく言ったらね。こんな感じです。よろしく。というわけでビリはケンジ。イエーイ。よし、理由です。南さん、社会に出てるイメージがない。終わり。ない、ないです。青井さん。青井さん。わらわら、絶対ケンジでしょ。千秋さん、はい、社会に適応、むしろ社会に適応しない自分を正当化しそう。はい、正当化しそう。俺はこうだからってね。ソータさん。おー、いいよ、ソータさん。はい、これ6位です。はい、論外。以上です。ソータさん。
ペの中でも一番ひどいロペで多分。ラストはプライベートモテそうランキング。じゃあ来たい。もう出た出た。いいな、いいな。これはちょっと社会にも適応できないし楽しくなさそうなのにモテそうなんでしょ。いいな。分かんないよ。ちょ、ほんまにごめんな。ここさ、俺勝ったってやるとこだ。ほんまに分かってます。重々承知してます。でも言わせてください、俺これ自信ないです。賞味な、なんか俺6位とかだけ用してんねんけど。言うな言うな。いや保険かけたら。そうやな。本当に6位だと思ってんだな。いや、ほんまのこと言うとなんか5位ぐらいだと思ってる。5位ぐらいだと思ってんだ。俺自信あるよ、正直。ないの？だって1位の自信ある。これはだってそう、面白そうで社会にも適合できそう。おしゃれも別にどれでもないから。それはもうね、モテなきゃおかしくない。そう、おかしいおかしい。それはなんかほんまにそうな気もしてきた俺。いや、ちょ、やばい。1位狙います。おっしゃ、1位がいいな。ラストプライベートモテそうランキング、はい、第3位から発表します。ここに全てが詰まってます。第3位はカード。おーしても上位だよ。おー、バイトで知らん人がやってたけど、いつもビリでも関係者に聞いたら3位だよ。そうだから、その何、見た目のマイナスを補えてる。だから上位に来てる。だって見た目はずっとビリなんだから。いや、あれお前が入ったやつ全部カットしてるだけ。なんでそういうこと言ってんの。それは本当に営業妨害とかだっけ。嘘だ。それはスワンプ編集者さん、はい、ターゴ1位してます。話の引き出しが多くて、飲み会とか合コンで無双しそう。モテに顔はマジで関係ない。おい、じゃあ顔のこと言わんでいいよ。顔関係ないって。顔関係ないって言わんでいいよ。泉田さん、喋れるから最終的にはモテそう。あー、コミュ力やな。だから最初はモテないけど言わんでいいけどね。マミさん、はい、気を使わずに一緒にいれる感じ、結局こういう人が一番モテるんですよね。結局って言わんでいいけどね。第4位の発表。おー、いくした。ほんまになんぞ。いらん、いらん、いらん、いらん。第4位は、なわけない。いや、なわけない。大概モテた俺。ミナト。嘘やろ。第4位ミナトです。俺さ、ワンチャン1位とかにおるんじゃねと思った。いや、俺もそう思ってた。あの、1、6、1、6みたいな感じ。あー、シナちゃん、さっぱりエロなイケメンはみんな好きなんですよ。お前、シナちゃんエロいことしたってことな。さっぱりエロしたんだね。さっぱりエロしたやな。PA テラニスさん、はい、お顔綺麗だしモテテクニックを知り尽くしてそうだけど、メンヘラ製造機っぽいので、ああ、うん、てんてんてん。なるほど、なるほどね。スワンプ編集者さん、はい、完璧すぎてオーラがありすぎて女の子は近づきづらい気がする。ね。マミさん、そのオーラはプライベートでは近づきにくいですわら。ソータさん、表は優しさ思いやりに溢れていそうだが、心の中でこれができてない、今のは違うなと減点対象をチェックしてた。はい、ナイスソータ。ナイスソータ。ありがとうソータ。いいな、コメントもらえつつ。というわけで第2位を発表します。もう OK いいよ。プライベートモテそうランキング第2位。こいやって。まず来た。おえー。やばい。ガムマネージャーさん、知らぬ間に思わせぶりな態度をとってそう。いい意味で。一位にしてます。好きにならせれる。勝手に。人たらしってめっちゃいい。人たらしって人の中にはね、女性も男性もどっちも入ってますからね。あとはまあ、みなみさんとしなちゃんは同じ意見で、明るさ、面白さ、ルックス、揃ってる。おお、そらもてるわなって感じだね。普通に平均的に2位だ。2位だから、素晴らしいから。ありがとうございます。はい、というわけで、ちょ、ほんま何位、ポテトランキング第1位発表です。
さ答えてくれた人もさパーマあげてすいません動画やからいやいやもう言わんとねいやジョークやかなジョークだマミさん、はい、実はちゃんと優しい心の持ち主で男気あるので、うん、顔もかっこいいしお金持ちだしこれはモテると思いますはい、そうそうそう顔もかっこいいしお金持ちだしって周りのスタッフに言われてるんですよアイビーマネージャーさん、はい、フータ1位にしてますおお。お仕事でお会いするときスタッフなどにもフランクに話しかけたりしているイメージなので出会う人みんなに好かれそう、ありがとうございます。小泉田さん、結局こういう感じが女性からモテるんだろうなと思う、行こうと思えば誰でも行けそう。ああ男目線だね。嬉しい、嬉しい、めっちゃ男の意見でそれが嬉しい、めっちゃ一個ぐらいぶつけてく、マイナスイメージ、某アーティスト女性マネージャーさん、はい、おー面白いとことない、シンプルモテなそう、でもごめんなさい1位だからあなたが見る目がないごめんなさいね、ごめんなさい。というわけでプライベートモテそうランキングの第5位を発表したいと思います。おこれ多分お互いこいつには負けたくないって多分お互い思ってるここに分かってたそう2人とも思ってるプライベートモテそうランキング第5位はりょうた。わーい、まあとりあえずね、第5位のりょうた、はい、第5位です。まずいいことから言いましょう。あるんや、あるんだね。はい、はい、誰ですか。ピエ・テラニスさん。あ、よいよい、お顔が綺麗、顔がいい、お顔モテ、モテ顔、顔、あー、やっぱ顔がね、テラニスさんの好み、そう、テラニスさんの好みの顔だったよーっていう顔です。はい、みなみさん、はい、興味ないと本当に無になりそうで相手側からしたらすみませんってなりそう。どんなイメージ持たれてんの。え、葵さん、はい、生物としてならモテそう。ちょっと待って、どういうこと。みんなにモテそう、ペット的なさ、生き物として。ボイストレーナーさん、はい、プロポーズの言葉を噛みそう。あー、わかる、モテる関係ね、それ確かに。千秋さん、人になど興味ないのではないだろう。あります。あ、だからりょうたくん側が興味ないって見られてるんだ。まあそうや、マジでそれが原因ですね。俺が悪いじゃ、めちゃくちゃ女の子好きやのにな。なんでそう思われるやんな。だから俺が悪い。まず生物的にってことは人として見られてない。そうそうそう、だからその物体というか、そのなんか構成の一つだと思われてる。そうそうそう、オブジェクト。そう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 、CCC のあの銅像みたいな、一ロボットみたいな感じになっちゃってんだよ多分。そう。さあ、というわけで結果的に第6位ビリはケンジというわけで、シナちゃん、うん、やりちんそう。おめえだけ。あ、いや、違う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 、誰だ、悪いしさ。南さん、なんとなく黙れ。お前、お前も、黙れ黙れ黙れ。さん、だって何も考えてなさそうだから。あー、テラニスさん、そんなことない。リコちゃん、クズ。アイビーマネージャー、ちょっと騒がしそう。でも、ある一定層のお姉さんたちからはすごくモテそう。あー、でも、あるかな。可愛がりたい お姉さんは、お前みたいなやつを可愛いと思う人がもしおったらとことん可愛いと思う。そう、本当に。というわけでね、あ、最後にリコちゃん、クズ。2回目、2回目リコちゃん聞いてるよ。シナちゃん、やりちんそう。黙れ、お前は女性として捉えたことはない。やめなさい、黙れ。どう映りたいそれ。どう映りたい。ソフトウェアマネージャー、マミさん。マミさん、マミさんはね、3位にして、言うね、6位にして言うね。俺に言ってこい。お前みたいなやつはこういう時だけ残すに。そうやだから中途半端。何がしたいんだよ。どう見えたいんだよ。はい、というわけで全お題終了しました。ありがとうございました。ご協力してくださった皆様、ありがとうございました。そしてそれをまとめてくれた港くんもありがとうございました。めっちゃ楽しかった。よかった。まあなんかこうさ、
いつもね主観で僕らもねこう、 こういうのがかっこいいだろうとか、うん、こういうものを見せてったら喜んでくれるんじゃないかって考えるけど、やっぱ結局ね僕らが売れていくためには客観ってものが大事だから、うん、人にどう見られてるかっていうことを再認識して来年につなげていきましょう、はい、という企画でした。行動が楽しかった方はチャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。します。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。